ちは、森崎愛理です。今日は、YouTube スペース東京でハロウィンパーティーが行われるので、今ちょっとトイレでね、メイクをしていきたいと思います。どんなメイクの方がいいかな。ちなみにリカちゃんたちに撮ってもらってます。超アップ。どんなメイクがいいかな。ゾンビにしようかなと思ってるんだけど、もういいか。おー、いいですね。気持ち悪い。いい感じ、いい感じ。うん。やばい、怖いよこれ。怖い？うん。この時点で？免許証の1枚目みたいな。まだ怖くない。そんな怖くないよ。こんな感じですよ、ゾンビ。ああ、なるほど。あ、いいじゃん、いいじゃん。手ぶれが。そうそう、ここはね、進んでる。うん、なんかさ、適当にはやってんだけどさ。さっきのこのベビーパウダーちょっと貸して。いいよ。すごいね、これ。うん。このベビーパウダーがめっちゃつけそう。でもね、それ安いよ。100円以下とかで。え、本当？うん。なんか伝わってないね、このカメラって。黒さが。うん。どういう風でさ、なんかさ、なんかだって黒くなくない？このこっち。いや、黒いけどね。黒くなくない？まだこれからでしょ。ちょっと。いろいろ事故だよ。もうハロウィンなんてアリスちゃんの日でしかないよね。ね。黒メイクの日だから。それだけでも怖い。うん。どうなるかが予想がつく。シルキーな。つかないな。これがちなみか歯にね、立体感をね、出してね。そうですよ。誰だよ。ですね。誰だよ。そうなんですよ。一体感をね。ですね。はい。やめて、笑わせないで。右がかぴってるよ。オーケー。めっちゃかわいい。全然黒くなるじゃん。黒いです。後で動画見てね。ピンキーなんですけど、中二病みたいになってる。はい、いかがですか？ちょっとさ、どうなってんの？なんかさ、なんかあんまり納得いってないんですけど、とりあえずこれでスペース賛成してきます。怖い。Scary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 。私はいつもオチがないので、リカちゃん締めてください。それでは森崎アリスちゃんのスケアリーメイクでした。スケアリーメイク。皆さんハロウィン楽しみましょう。それではグッナイ。